隠部新政、隠部新政、昭和3年2月19日は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の人物。小田氏、津田氏の外され、小田地下氏にあるいは津田尾山とも呼ばれる。別意味名は、地下じ根とも表記される。通称は三郎。下には、県大部。小田地下元の父。神義県、大インベ地下住と。 富田三郎貴殿の孫娘との愛の子とされる。上映2年越前国入軍を多層の織田神社官主。昇華2年出家し、里市政あるいは里市政と合した。一般にルフしている織田氏の系図では、親親を平助盛と助盛の愛称であった三井寺一常坊の阿ジャリ魔界の命の愛の子とする。 呪永四年の平家滅亡に際して、スケモリは子を身ごもっていた親心の母を、大ウミカ軍、津田章に隠した。母はそこでお山を生み、津田の土豪の妻となり、親心も津田姓と名乗ったとされる。その後、親心は、隠部地霞の養子となり、隠部姓へ改め、新館に就いたという。その後、親心が提発して、角盛と合したとされる。しかし、この説は、 親野心の公営にあたる織田信長が天下統一した際に、本性を藤原氏から菅竹平氏に改正するために警符を借り、犯したものである。2011年11月1日、福井県越前町教育委員会の発表によると、同町放落時で発見された親野心の破壊死の一部に、親野心死亡年月日が刻まれており、 スケモリの子だとすると100歳を超えることが明らかとなったため、大和田哲夫は兵士につながる家系図は書き換えたものとしている。越前国の崩落寺石等によると、上記の調査を繰り返した結果、小山ではなく小屋村という人物の墓と判明し、小田氏の系譜に、小闇ことの名が小山に変えられた可能性があると述べている。ありがとうございます。